ご無沙汰しております。なんかお呼び立てして、いえ、あの本当にこんな、こう本当に緊張しております。どうしてちょっと待って、いいです。だから80年以上生きてるとだいたい感覚が鈍っていくんですよ。だから僕味覚とか、あの買う感覚、鼻の感覚とかね、絶対衰えてるのね。で、あの 味覚もね、美味しいものは分かるけど、まずいものがまずいって思わなくなってるから、すごい得なんですよね。だからそういう感覚の鈍化っていうのがあるから、なんか機嫌悪くあんまりならないっていうのはあると思いますね。で、一人になった時に、例えば夜なんかお一人ですよね。うんうん、寂しいなって思う時。いや、気が楽だなと思う。